にちは。射水市地域福祉課と地域包括支援センターの認知症支え隊がお伝えするオレンジチャンネルのお時間です。この番組では射水市の認知症に関する取り組みについて分かりやすくお伝えします。認知症は誰もがかかる可能性のある病気です。家族などの身近な方が病気になった時、正しい知識を持ち本人の気持ちに寄り添いながら接することはとても大切です。今年度の認知症オレンジチャンネルでは、認知症とともに暮らそう、認知症の初期症状とその対応方法について寸劇などを交えてお伝えします。認知症は誰でもなる可能性があり、進行性の脳の病気です。早めに気づき適切な対応をすることが大切です。認知症の早期対応の3つのメリットについて説明します。1、手術や治療で良くなる場合があります。認知症を引き起こす病気は様々ですが、正常圧水頭症や脳腫瘍、慢性硬膜下血腫など手術や治療で良くなるものがあります。2、認知症の原因の約6割以上を占めるアルツハイマー型認知症は、適切な服薬で進行を遅らせる効果が期待できます。3、今後の生活の準備ができます。症状が軽いうちに認知症を正しく理解し、ご家族で話し合うことで今後の生活の備えができます。必要に応じてご本人に合った介護サービスなどを利用しながら、自分らしい暮らしを続けることができます。早期に気づくサインとして、認知症の初期症状とその対応方法について分かりやすくお伝えします。認知症の初期症状はいくつかありますが、例えば1、風呂に入りたがらない、2、薬を飲み忘れる、3、病院を受診したがらない、4、ゴミの分別ができない、5、鍋を焦がす、6、車をぶつけることが増えた、などがあります。今回は認知症の初期症状のうち5、鍋を焦がすという症状とその対応方法についてお伝えします。さてさてさて、じゃがいもと玉ねぎと、よしよし。ここは三人暮らしの山本家。今日もおばあちゃんが張り切って料理をしようとしています。今日はじいちゃんの大好きな肉じゃがをお昼ご飯にしましょうね。ゆっくりと30分は煮ますよ。ねえ。ばあちゃん、ちょっとわしにも一個くださいます。なんだこの一個だけくださいよ。一つだけあるの。ばあちゃん、そこお茶入れてくださいって。お茶。お茶。うん。だお茶、またそれぐらいあんたチョコ自分で知らんよ。まあね、何もせんねかいね、あんたいつも。ばあちゃん、ばあちゃん、何ねん、あんたこういつなったらわしご飯あたんがんやん。
何言うとんがいね今。あんたの好きな肉じゃが。え？作っとるよ。わしの好きな肉じゃが。今ことこと煮込んどっち。あんた楽しみにしとるね。楽しみやのそれの。あんたうまいぞ。おいばあ。あんた、あんたさっき鍋に煮とったが、もう1時間経っとらんけ。んだらけながらうまいな、あんたばっか。あんたもう1時間経っとうわいね。どんないね。ねえねえ、ねえねえねえ、なんか米臭くない台所。また大変。水水、水水。はいはいはい、けいこさん、ありがとう。嫁の恵子さんのおかげでなんとか火事にならずに済みました。ばあちゃん、まこってお前鍋焦がすのお前何回目よ。そうですよね、今月に入ってもう3回目かもしれん。これでガスの火使わんようにせんなのかね。そやね、こってわし台所からおいとまします。鍋を何度も焦がして自分でもショックを受けているときに家族からも注意されたおばあちゃん、料理を作る意欲までなくしてしまいました。物忘れが進行すると覚えられない、すぐ忘れるといった記憶障害が起こります。約束を忘れたり調理をする人であれば鍋を焦がすことも出てきます。しかし認知症になっても家族の役に立ちたい、誰かを喜ばせたいという気持ちに変わりはありません。このような時は鍋に火をかけたのを忘れないようにそばで声かけすることやキッチンタイマーを使うことで鍋を焦がさず料理への意欲も持ち続けることができます。認知症の人にもできることがたくさんあるので、保たれている能力を活用できるように支援をしていきましょう。それでは実際に見てみましょう。おばあちゃん、そろそろ、はい、そろそろご飯の時間やね。今日何作る？ご飯ですか？ご飯の献立は恵子さんにお任せします。ねえ、わしも台所からおいとましとんがですね。ばあちゃん、こないだの鍋焦がしたこと気にしとんがろう。私そう思ってこれ準備した。テレレレテレー、キッチンタイマー。キッチンタイマー。鍋かけた時にこのタイマーかけたら忘れることないでしょう。はあ、恵子さん、あんたなかなかのグッドアイディアですね。そうでしょう。そして私今までばあちゃんに甘えてばっかりだったけど、これからはばあちゃんの肉じゃが教えてほしい。あった、そんな嬉しいこと言ってくれんの、ありがとう。あった、うん、だから一緒にじいちゃんの大好きな肉じゃが作りましょう。作ろうかね。なら作りますか。作りましょう。行きましょう。
そう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 やつ、うん、なんかこうやそう最後くんだよ、そうやそうや、よできてるなら次に考えたらこってこう、さあこってみるだけだったぞ、よしよしよし、おばあちゃんここでキッチンタイマー使おう、絶対絶対絶対使おう使おう、おお、またご飯できんがけ、またお昼にはちょっこ早いじゃ、まだ今こうやってうまいができっぞ、あんなのかな、もう少し待っとってくださいね、あんたなんてぞー、少しくらい物忘れがあったって大丈夫、ちょっとしたアイデアと周囲の人の温かい眼差しや見守りがあれば、いつまでも自分の役割を果たすことができるはずです。認知症はみんなで支えていく病気なんですね。認知症の人への対応は、1、驚かせない、2、急がせない、3、自尊心を傷つけないように心がけましょう。認知症の症状とその症状が現れる理由を正しく理解し対応することで、本人の不安軽減につながります。物忘れや認知症について心配な方は、お近くの地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターには、看護師や社会福祉士などの資格を持った認知症地域支援推進員、認知症支え隊が相談に応じています。毎月物忘れ認知症相談会を実施しています。偶数月は射水市民病院にて、奇数月は新生会富山病院にて相談会を実施していますので、一人で家族だけで悩まずに、まずはご相談ください。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため、優しい街づくり地域づくりができるように皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。以上、認知症オレンジチャンネルでした。バイバイ。